レベル J、 虫を捕まえよう。練乳かけてね。何が限界ギリギリなんだろう。ぬちゃぬちゃアウトです。膨らまして。じゃあ水で。お、正解者。多分多分です。アウトだぜ。最速で食べきりたい。よし、正解者。両側から一気にレロレロペロペロ二人で舐める必要ねえだろ。運動しよう。あ、じゃあバランスボールかな。はい、どうぞ。バランスボールはぁ、はぁ、汗かいちゃう。エロガキが作ってるだろ。満足させて。おお、じゃあお前これよ。ほら、正解。こんなに大きなの踏まれないよ。ただの下ネタ好きな女だろこいつ。助けてー。オイルでヌルヌルになったらスポンって抜けるんじゃない。分かってきたぞこのゲーム。穴がヌルヌルになったから出せた。ただのエロガキの妄想で草。まあまあまあ、アイスこぼしちゃうことなんてあるよね。ワンちゃんよりもまあ女性の人が正解なんじゃないかな。これじゃあ外歩けないね。綺麗にしてあげる。はい、アウトです。危なくして。え、どういうこと。なんか文字入れ替えたらやばそうだから、これ。あ、正解なんだ。あー、風が。おちんぼ祭り。え、しょうもな。癒して。これじゃね。お、正解した。あー、気持ちいい。美味しくして。まあソーセージ入れ挟んだ方が美味しいよ。なんかすげえ嫌な予感するな。ほかほかギンギンのソーセージをパックリ焼いたおパンに挟みました。アウトだろ。剥いて。あ、なんかもうすっごい嫌な予感する。まあでも手で剥くんじゃない、こういうのは。お、正解した。モザイクや何かで隠してると思いますが、皆さんの頭の中に想像してるあれが映っております。夏を感じよう。海にはタコなんじゃない。お、正解した。なんかすげえ嫌な予感するけど。ぬる。誰か助けてー。そうはならんのよ。磨こうだって。じゃあ歯を磨いてみよう。よし、正解した。うわ、シャコシャコ。人にやってもらうなんて恥ずかしい。 あのエロガキが作ってるよね、間違いなく。危なくして。じゃあ蚊だな。ぷぷえ、皆さんアウトです。あ、完全にアウト出ました。完全にアウトが出てます。隠していますが、出てます。完全に出てます。サラサラにして。 R？ドロー出しすぎた。これ変態が作ってます。ひひよし。そしたら AV 男優チックなこのマッチョの人にひひ言わせてもらうか。正解なんだ。ズポ。あー、すっごい入る。入れすぎでしょ。お掃除して。ムズムズ。耳かきかな。あ、ゾクゾク。奥はダメー。こいつ一人で何やってんの。刈り取って。まあこれはシンプルにバリカンでしょ。よーし。怒られろ、これ作ったやつ。動物愛護団体とかそういうのに怒られてください。出かける準備をしよう。はい。お、まあこれかな、普通に。これが令和で流行のファッションよ。こんなやつ見たことありません。危険を回避して。これかわいそう。反撃しよう。おしおし、いけそう。女の子舐めたらあかんで。すごいところで隠してる。入れて。これは指じゃないでしょ。これさすがにこうじゃないでしょ。これはコンセントだと思うよ。ほら、正解した。パンパン。あ、そんなに激しくしたら壊れちゃう。ビクーパンパン。これ作ってるやつはバカです。滑り止めをつけて。嫌な予感するけどな、一発目から。正解。よし。指サックってドキドキするよね。ピチッピチッ。あのエロこじらせすぎ。温めて。エッチな感じはしないな。服着させてあげるか。うん、いけた。小学生がいたずらで作りましたこのゲーム。この湖の名前は何でしょう。すいません、これは行かせていただきます。あんこです。あ、正解。沖縄県あんこ公園で写生大会。これ下ネタじゃありませんよ。これ実際に沖縄にあるんですからね。綺麗にして水かけたりした方がいいんじゃない。おー、正解した。アワビを乾燥から守っています。アウトだね。猫を飼うなら。俺はね、この短足な猫の方が好きだな、可愛いから。正解した。やった、ありがとう。もぞもぞ。やっぱりマンチカンだよね。そう、マンチカン。マンチカン。あ、万に痴漢してる中学生が作ってるこれ。デザートが食べたい。クレープかな。お、正解した。もうこんなに白いのでベタベタ。こいつ一人で何やってんの。正しい擬音は。シコシコ。まあ、シコシコが一番正しいんじゃない。お、正解した。シコシコで美味しい。
え、こいつバカ？この人は何？正解はこっちは分かってるんだけど、こっち行きたくなっちゃうよね。ぐっとこらえてこっち行くわ。あ、よかった、正解した。マイコハンドスえー。全然答えおもんない。あいつに負けたくない。これ香水でしょ。よし、正解した。女性同士だっていいじゃない。そっち忘れ物を届けよう。エッチな感じしないな。スリー用具だよね多分ね。お、正解した。ビビン、今日もわしの自慢の竿がビビンじゃい。今回セクハラおじさんの回ですか。お掃除させて。無意識にカーソルがいけないところに。正解した。お掃除してるさ。アウトです。危なくして。え、なんだろう、なんか左の方がヤバそうな雰囲気あるな。あ、正解した。偶然が生み出すベストマッチ。バカすぎる。涼しくして。多分これ下からの風かな。お、合ってた。いやーん、涼しくなったけどより熱くなった部分もあるっちゃある。めっちゃもっこり。危なくして。え、正解の絵面も変わんないと思うんだけど。正解だろうね。高級食材の絡み合いです。何を言ってる本当に。はい、セクハラで逮捕。食べさせて。だぞ、まあ目隠しの方がいいんじゃないこれは。正解した。これなら何を食わされてるかわからないよね。はい、セクハラで逮捕。動くようにして。まあオイルとか垂らした方がいいんじゃない。オイルとかさ、垂らす系のやつも想像できるんだけど。正解。見て、すっごい入るよ。友達はこれやってたらドン引きなんですけど。チンチラ見たーい。まあイケメンなんじゃないここは。チラリ。いや、チラリじゃない、ポロン。